花嫁でご存知ですよね。聞いたことあると思うんですけど、皆さん生まれてらっしゃるかどうか。あ、生まれてますね。1970年ですからね。まあ、その70年代を代表するフォークソングって言われてますけども、まあ、これ歌詞もそこにありますからどうぞ歌われていいんですけど、駆け落ちの歌なんですよね。駆け落ちを、暗い駆け落ちを明るく前向きに歌った歌ということで、あのぜひ皆さんも歌われてください。